皆さんこんばんは。今日もご覧いただきありがとうございます。今日からまた奈良時代か。前回で中丸さん死んじゃったから内容も変わってくるわね。そうですね。日本史を代表する独裁者と言える藤原の中丸の時代がついに終わりを迎えたわけですね。ってことはこれから少し落ち着いた時代になるのかしら。ここまで奈良時代通して慌ただしいよな。短期間にもかかわらず実権を握る者によって変化が激しかったですよね。でもそれはこの後も続くことになるのです。そうなの。それでは中丸の乱の後から見ていくことにしましょう。中丸を討った後見上皇は、それにべったりだった順仁天皇も廃します。そして自ら調査して再び皇位に就くことになるのです。これが聖徳天皇です。後見天皇と聖徳天皇は同一の女性天皇ということね。そうです。ちなみに聖徳天皇は先の上皇の頃に出家をしていました。即位後に出家した天皇はいますが、出家した身で即位した天皇は聖徳天皇ただ一人です。後見天皇の頃と雰囲気が全く違うわね。同一人物ですが、二度目は全く別人と考えていいほど状況が違います。一度目の時は天皇でありながらも、実権は母光明皇太后や中丸が握っていました。彼らの決定にただ判を押すのが役目だったわけです。しかし皇太后と中丸はもういません。女帝が密かに持っていた政治意欲、それが発揮される時代が訪れたわけですね。で、聖徳天皇の政治というのはどういう感じだったんだい？聖徳天皇は父聖武天皇に始まる仏教政策を引き継ぎます。聖徳天皇が新たに建立した寺院が西大寺です。西大寺？西大寺という名前でわかるように、東大寺と対になるように建てられたものです。でもあんまり名前を聞かないお寺ね。この西大寺の方は平安時代に衰退してしまいました。しかし、奈良時代は東大寺に匹敵する規模の伽藍を持っていたわけです。ほう。他にも聖徳天皇は各地にあった寺院に行幸したり、木製の塔を100万基製作して各寺院に収めるなど仏教政策に尽力します。つまり父である聖武天皇の鎮護国家の方針をそのまま引き継いだ感じね。そう言えます。皆さん日本史で神仏習合という言葉を聞いたことがあると思います。神社なのに敷地内にお寺があったりすることね。そうです。聖徳天皇は仏教ではない日本の神社も保護しました。ただし神社の境内に寺を建てたりしたために、神仏習合に拍車がかかることになるのです。まあ神仏習合を日本の文化といえばその形成に貢献したことになるでしょうか。結構現代にも影響を与えてるんだな。さて、このように聖徳天皇は父聖武天皇の仏教政策を受け継いだわけです。奈良時代の仏教政策といえばやっぱり聖武天皇の印象が強いわよね。そうですよね。しかし、実は聖徳天皇の時の方が政府と仏教の関わりは強かったのです。どういうことだい？聖武天皇は政府として仏教を保護し、いくつもの寺院を建てたりすることで国を良くしようと考えました。この時はまだ政府と仏教は独立しています。一方の聖徳天皇も仏教政策で国を良くしようという考えは同じです。しかし、聖徳天皇は政府の中に仏教を取り込むことになります。つまり聖徳天皇の代になると、これまで独立していた仏教関係者が政治に関与するようになるわけです。本来、律令体制とは神技官と太政官の二つの組織で構成されます。神技官は朝廷の祭祀を司る組織、そして政治運営を司るのが太政官という組織です。これまでの話で出てきた太政大臣や左大臣、右大臣、参議といった役職は太政官に入るわけです。中丸の時に名称が変えられたりしたやつね。この太政官は政治を動かす仕事であるため、ここまで上り詰めるのは相当難しいことです。まあ当然だろう。あの中丸があの手この手でようやく掴んだ地位って感じだったものね。ところが、聖徳天皇の代になるとこの太政官と似た名前の役職が次々に新設されることになるのです。太政大臣前司、大臣前司、法審、法参議などという名の役職ですね。なんかそれぞれの位をもじってあるわね。一体この新しい役職は何なんだ？字を見て想像がつく人もいると思います。この新しい役職は、仏教関係者のために用意されたくらいです。ただし、このうち太政大臣前司は太政大臣と同じとされています。つまり、仏教関係者が政治に参加するようになったというわけ？そういうことです。即位した聖徳天皇はこう述べました。私は出家をしている身ではあるが再び即位しなければならない。そして天皇が出家しているのであれば出家した大臣がいてもいいだろう。この瞬間、天皇を除く仏教関係者の政治介入が決まるわけです。そして、ある人物が新設された大臣前司のポストに就くことになります。その人物が、道教です。中丸の会にも出てきたわね。副用秘宝なる技の使い手だったな。そうですね。聖徳天皇は即位前に病に伏した時期がありました。道教はその際に宿用秘宝なる祈祷術で上皇の病を治してみせたわけです。
そして上皇はこの道教をとても気に入り、病が癒えた後もそばに控えさせることになったわけです。上皇の道教への寵愛ぶりが凄まじかったことは、天皇側からたびたび釘を刺されていたことからもわかります。両者が男女の関係にあったことを否定する学説というのはほとんど見たことがありません。道教のその後の待遇を見れば親密な関係であったことは間違いなさそうね。そうですね。ここで、皆さんが期待されているであろう逸話についてお話ししましょう。逸話？道教が大きな一物の持ち主で、女帝がその虜であった、という伝説についてです。あら、そんな話があるの？でもこの話は創作されたものです。道教が大きな一物をお持ちであったと書いた最初の書物は鎌倉時代の古事談、や、水鏡、なのです。というのも、実はこの話の元ネタが中国の方にあるのです。そうなのか。司馬遷が書いた、四季、ですね。始皇帝の実母である女大王が男なしでは生きていけなくなった、という話です。四季は現地はもとより、日本でも貴族たちの愛読書でした。この話がいつの間にか聖徳天皇と道教の関係に結びつけられたと考えられています。まあいつの時代も男女関係を面白おかしく表現するのは変わらないわけです。でも両者が親密な関係だったことは認める人が多いわけよね。そうです。そして聖徳天皇は即位後間もなく、道教を政治の中心に招き入れることになったのです。道教は大臣禅師に始まり、間もなく太政大臣禅師へと昇格します。太政大臣禅師は太政大臣と同じ地位と言われます。そのため道教も歴代の太政大臣の一人として数えられているのです。なんか一人のお坊さんがあれよあれよって感じで上り詰めていくわね。でもこの太政大臣ってのが最高位なんだろ。さすがにここでストップだろうぜ。普通に考えれば非皇族の人間がこれより上に立つことはありえません。しかし、道教はその一線を越えることになるのです。え、そんなこと可能なの？聖徳天皇は道教のためにまた新しいポストを用意することになります。それが、法王、です。法王。これまで、国のすべての分野において最終的なトップは天皇でした。しかし、そのうち仏教を天皇から切り離し、法王である道教が仏門においては国のトップとされるわけです。要するに、世俗に関してはこれまで通り天皇が、仏門は法王がそれぞれ支配する形を取ることになるのです。これは単なる役割分担ではないのです。分野が限定されているとはいえ、天皇が二人いると言っても過言ではない状況が出来上がるわけですね。これはいろいろとまずいんじゃないの？前代未聞ですね。何より道教は非皇族の人間です。聖徳天皇自らがそう望んだことで、この状況があっという間に出来上がってしまったわけです。でも、どうして聖徳天皇はここまで思い切ったことをやれたわけ？天武天皇以来ずっと律令制を重んじてきたわけじゃん。聖徳天皇に気に入られた道教の要望もあったでしょう。しかし、いずれにしても聖徳天皇が仏教関係者に政治を任せることに抵抗はなかったのかもしれません。どうしてだい？聖武天皇から始まった鎮護国家、仏教を通して国を良くするという考えですね。ある意味、国の運営そのものを仏教関係者が行う形はその究極と言える形態です。聖武天皇の仏教重視の政策を良しとするあまり、その終着点に歯止めが効かなくなったのではないでしょうか。その考えのもと、非皇族の坊さんが法王になるような事態も起こったわけか。そうでもなければ、当時であっても天皇制の慣例を崩すようなことは簡単にはできないと思うのです。まあしかし、ここまで異例な人事が繰り返されると当然不満も出てきます。不満の主は本来の政治運営者である太政官の人々でした。太政官には先の仲間路討伐に功のあった人々が任命されていました。彼らからすれば仲間路という怪物を倒したと思ったら今度はなんか階層が出てきたって感じね。ラスボスっぽいの多すぎだろ。聖徳天皇からすれば仲間路を倒してやっと自分の時代がやってきたという感じでしょうが、配下からすれば、仲間路が道教に入れ替わっただけのようなものです。さらに、聖徳天皇の下では些細なことで極刑が下されるようになっていました。立花のならマロらを許そうとした時とは真逆ね。反乱を事前に抑制する意図があったのでしょうね。この後天皇に対して呪詛事件こそありましたが、大きな反乱が起こることはありませんでした。しかし一方で、臣下の忠誠心は弱まり不満は溜まっていくことになるのです。天皇が出自もはっきりしない僧侶と二人だけで政治をやっているわけだから仕方ないわね。まあそういうことですが、不満の最大の要因は、聖徳天皇がいつになっても皇太子を指名しなかったことにあります。皇太子がいない？要するに聖徳天皇は、法王である道教を次の天皇にしようと考えていたわけです。え、それってありなの？女帝が道教を寵愛していたから、だけでは説明できないほど異例なことです。この頃も慣例というのは大事なことで簡単に崩せるはずがありません。ましてや非皇族の人間を即位させるなどかなり思い切ったことです。じゃあなんで？そこで思い当たるのが、先ほど言った鎮護国家の延長の話です。
仏教で国が良くなるのなら、自分の病気を治せるほど力を持った本物の僧侶が天皇になるべきではないか。この正義が女帝の中にあったのではないでしょうか。でもそうだったとしても、唐の道教の方は恐れ多くてさすがに断るもんなんじゃない。道教が節度ある人間で臣下の地位に満足していれば当然断ったと思います。しかし、道教もまた大変な野心家だったのです。いつしか、天皇の上位の意向に対して自らもそれを望むようになっていました。非皇族の人間を即位させるというのは前代未聞のことです。聖徳天皇の決心と道教の野心、その二つが合わさってようやくこの話が現実味を帯びるわけです。ここから先は道教の即位に向けて道教自身が仕掛けていくことになります。日本の皇室はこの時に最大の分岐点を迎えることになるのです。一体、この後どうなってしまうのでしょうか。というところで、今日はここまでにします。道教の回ですが、聖徳天皇の話も多くなりましたね。単に道教が天皇の座を望んだだけでは説明できないくらい異例なことが起きているものね。当然聖徳天皇の話も必要だと思うわ。まあ道教に関しては本当にいろんな解釈があります。この動画は私なりの総合的な判断でまとめたものなので、その辺はどうかご理解ください。次回もまた見てくださいね。チャンネル登録をお願いします。疫病退散。それでは今日はこの辺で。ごきげんよう。